原田さんはこういう曲を作って一応デモテープをね初めに僕が聞いて、それでデモテープ、いやもうこれですぐ行ってくれって言ったのが一番最初。最初は僕はサッカーのイメージはもう攻撃的でスピーディーでも戦うっていう熱いものって勝手に決め込んでたので、そういうロックな激しいチューンを一度考えたんですけど、試合を見に行かせていただいて、なんかものすごい感動して、それだけじゃないなとその時気づきまして、負け試合を見て帰る人たちもいたりとか、陰でこうひたすら練習してる頃とかをもっと一曲の中でそこも表現したいなと思いまして、もっと未来へ向かってこう広がりのあるなんか躍動感のあるリズムに変えようということになりまして、でジェイズテンボができました。そうですね、あの時だから30代前半でサラリーマンで、テレビで見て国立競技場でスポットを浴びてて、このバラードを聴いた時に、いやもう本当に釘付けになっちゃいましたね。もうその日へ向けてもう何ヶ月か前からこう準備していって、喜びでいっぱいでした。その日はもうついにこの日来たみたいな、うん、あれは25年前ですけれども、 J リーグ始まった時に、まあ若い人たちが感動して、うん、まあでね、今でも多分そこの人間の五感は変わらなくて、うん、結構全身で感じるサッカーはやっぱりあの頃若い人たち虜にしてたのは今でも全然変わらないと思いますね。テーマをその変わるもの変わらないものっていうのをいただきまして、変わらないものっていうのはメロディーと、うん、あとギターのトーンはもう全くオリジナルと変わらないように演奏し直して、で変わるものは25年前にはなかった今のシンセの音とかのリズムの音とかをこう未来へ向かっていくイメージを出したくて、はい、ギター以外の部分を変えていきました。じゃあ最後に聴いていただけますか？なんか悪いね。いえ、ちょっと。
やいやいや。そう、すぐ涙出てきちゃう。本当に。ありがとうございました。泣いたら嫌だなと思うと余計泣くんだよ。本当。感動もんで。ありがとう。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。